ファドゥーツ城は、リヒテンシュタイン公国の首都、ファドゥーツにある城である。リヒテンシュタイン公の官邸として利用されている。首都の名を冠する、この城は、近隣の丘の上から眺めることができる。西暦12世紀頃の創建と伝えられるが、詳細な記録は残っていない。ウルリッヒ・ォンマッシュ大官に対する城の売却証書の、記載が城に関する最古の言及であり、 1322年に彼は銀400マルクでファドーツの領地、上訴している農民を取得したとされる。かつての所有者でおそらく建設者はサルガンス伯爵領を収めた伯爵であると考えられている。四角と東側の部分が最も古く12世紀頃の建設とみられる。塔は12-13メートルの地面に立ち、1階の壁面の厚さは4メートルである。 元からの入り口は中庭側に面し、高さは11メートルである。西安な礼拝堂は中世の建築と推定される。主たる祭壇は後期コシック様式である。1499年のシュバーベン戦争で、城は水素原初同盟に放火された。西側はカスパー・フォン・ホーエネムスによって拡張された。リヒテンシュタイン家は、 ファドゥーツの伯爵の地位を購入した1712年に城を取得した。この時、神聖ローマ皇帝カール六世は1699年にリヒテンシュタイン家が購入したシェレンベルクの統治権を伯爵に統合し、リヒテンシュタイン公国が成立した。城は1905年と1920年に大規模な修復が行われ、 ヨーハン二世統治下の1920年代初頭にも実施された。1930年代初頭にはフランツ・ヨーゼフ二世によって拡張がなされた。1938年以来、ファドゥーツ城がリヒテンシュタイン家の第一の居城となった。城にはリヒテンシュタイン家が居住しているため、木内の一般公開はされていない。中世以来、公家は、 潜在的な農民放棄から城内へ避難することを想定している。時が経つにつれ、護衛する兵士の数は減少していき、二人の警察官が警備及び城の周囲を巡回しているのみである。通常は一人の警備員が正門に常駐しているのみである。第二次世界大戦以降、リヒテンシュタイン家に対する暗殺未遂事件が企てられたことはない。ありがとうございます。